学ラン期待だけみたいな女子もたくさんいたりとかして、なんか何かと断られてきたんだけど。令和の龍健太郎チャンネル、令和一の歌舞伎者。こんにちは。こんにちは。そうですね、私の2つ上の先輩の小暮美希先輩に来ていただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私のあれですよね、東京六大学オンライン連盟初の女性リーダーで。そうなります。それ僕その2つ下の後輩ながらにいろいろと知って、もちろん知っていたので、はい、その当時話せなかったことが多い。確かに当時話せなかったかもしれない。応援団だった人々。そう、先輩なんで、あの、はい、まずその どうしてリーダーやられたかとかってお聞かせいただきます。リーダーはもともとその高校はチアをやっていて、はい、あの早稲田の付属高校だったんですけど、はい、そこでまず本当にミーハーな気持ちでチア やりたいな、普通にチアやりたいなみたいな、受験するか迷ってた時に文化祭に行ってチアのお姉さんにステージおいでよみたいなこと言って行きますみたいな感じになって、もそのまま受験を決めてもうチアをやるためにその高校に行ったみたいなとこがあって、でも一応そのチアも応援部のチアだから、こうと、まあ、その入ったら応援部のリーダーと一緒に活動するので、こう応援部らしき、そのいわゆる大学の応援部みたいにこう上下関係もあったし、こう結構巨額化したばっかりで、そもそもチアの立ち位置って結構揺らいでる時期だったのね。でそこでなんかキャプテンとかになったんだけど、もう本当にミーハーな気持ちで入ったのに、なんかいつの間にかこう大学のためにとか早稲田のためにみたいな方向に行って、うんうん、で高校がこう校風が自由なね、はい、だったので、そこでチアがすごい毛ばかったのね。毛ばかった、もういろいろ髪の毛やったりとか、はいはいはい、ピアス開けたりとかして、そもそも制服なかったからすごい自由な校風で、はい、その元で結構応援部ってかなり、まあ、どうしていいか分かんない、でチアたちも化粧したいし可愛いチアでいたいから、なんかその葛藤と、私はこう親御さんから何のあのチアみたいなことを言われるチアにこうなんか不満が溜まってて、うん、でこれではなんか応援に来てほしいと思うチアにはなれないと思って、まあ、結構部活改革した経験があって、でそれで一生懸命になった結果、大学でも応援部入りたいみたいななって、でも本当にあの入学する直前までチアやりたいと思ったんだけど、はいはいはい、いざ入学しようと思った時にやっぱりこう球場行くじゃん、はい、球場行って座ってもう間もなく入るみたいな時にこうリーダーがかっこよすぎて、はい、なんか本当にお客さんのもう顔に迫ってまで、あ一緒に応援してくださいよ、ね、本当に一生懸命やってる姿に心打たれて、4年間やるならこっちだみたいな、なるほどやってあっち来てると本当にチア本当に魅力分かってるつもりでいたし、はいはいはい、もうチアもう一回スタンツなかったからスタンツやりたいなみたいなのがあったりとかして、はい、でも大学のそのリーダーをやっぱ神宮球場で見た時に、あリーダーだってなったってことで、でもまあ一切リーダー部入るってなったら障壁とかいっぱいあるじゃないですか。ある。どうだったんですか、なんかどんなこと言われたりとかって。なんかこうそのちょうどその自分が入る前の年ぐらいまでやっぱりこう女性の入部希望者がいても、まあ、やっぱちょっと男性が断られてたみたいな感じだったし、なんか学ラン期待だけみたいな女子もたくさんいたりとかして、なんか何かと断られてきたんだけど、本当に部活のこうなんていうのかな、あの部員不足が結構深刻で、あその当時本当に深刻で、4年は2人で、まあ、3年は6人いたんだけど、その1人2人3人とかで、私も結局新人として1人だけ残るみたいなことがあって、でなんか部員も不足も深刻で、こう部の体制としてはやっぱりこういろんな人を受け入れたいし、もう女子でもこうやる気があるんだったら、まあ、入れたらどうかっていう風潮がたまたまあって、うーんでやっぱり自分がいざ入部したいですっていう風に言った時、やっぱりこう部活内ではやっぱ女性が入るための準備しなきゃいけないよね、はい、ってなって、自分が知り得ないところで多分 OB 同士で揉めたりとか、服装どうするんだとか、そういうとこからすごい全部改革ですよね、改革してっていうところだった。もう本当に私知り得ない、こうどういう反対があったとかっていうのを全く知らない、はい、多分そういうのすごいあったんだろうなっていう、なんか直接なんか女子のリーダーなんていらないよみたいなことをなんか面と向かって言われたことはなかった。ないやっぱりなかったけど、だけどまあ入るって言ったら一回預かるわって言って戻ってって戻ってって、多分すごい会議あって、 で実際何月ぐらいにいいよっていう出たんですか。なんかそう2011年の入学だったんだけど、はい、もう震災の影響でそもそも入学の時期が5月にずれてて、はい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 、で多分その期間にいろいろあったんだと思うんだけど、体制整えるのに多分すごい時間かかって、なんか2年1個の先輩とかがもう絶対入れるからもう諦めないでほしいみたいなことをずっと言われ続けてて、新歓担当っていうのかな、本当の男のリーダーの同期とか先に始めたりとかっていう
こともなく、本当にもう一斉に5月入部で、じゃあもう OK ってなってた感じだったんですか。まあ、あとは入ってからのことってことですね。入ってからみたいな感じかな。結構大変ですか、やっぱり。晴れて入れたけど、やっぱ男だけの世界で、なんか男で合宿も行ったりと、僕たち放送役だと結構なんかみんなで風呂入って写真撮ったりとかあったりとか、めっちゃドロンコになって一緒にやったりするから、ぶっちゃけ先輩にこう掴みかかってうらーってやってる時に、ずりって服脱げちゃうとか、あったりしたんで、そういうところってどう？やっぱ練習とかすごい、大丈夫なのかって自分でも今でも思ってて、はいはい、やっぱりおんぶとか競技ロードワークであると思うんだけど、はい、それやっぱり朝にもあって、はい、おんぶとかは身長が低いというか同じぐらいの先輩と組んでなんとかやってたけど、はい、まあ、多分まあ練習ってそれどころじゃないじゃん、あ、そうです、確かに確かに誰と組もうか、はい、下誰だっけみたいな感じ で、ね、覚えてないじゃん、はい、けどもそんなレベルで多分下の人は私のことをそう思ったんだろうけど、今に思えばなんかこう女子のためにこう練習着の下に黒いこうなんかアンダーアーマー的なのを着てよかったので、それをなんかそれがあることをいいことにもうめっちゃビロンビロンになってました。ああ上のやつとか T シャツのやつとかでもなんか黒いのがあるからなんか掴まれたりするじゃん、掴まれたりなんかまあなんだろうな、まあ掴まれたりするじゃん、はいはいはい、なんかそれでもうビローンみたいになって、今結構学校に増えてるらしいですね。ご存知でした、実は結構全学の応援連盟の方では、あ、全学の方で、はい、なんかでも私よりずっと前にいないかな、多分。あ、そうですか、確かに確かに、か中央大学もそうですもんね、そうそう、で東京緑大学が多分初です、ね、ずっといなくて、そっちはなんかね女流って言われるらしいですよ、女流リーダーって言ってるらしいです、女型みたいな、かっこいい女流リーダーっていう、かっこいい。じゃあそれも入った経緯と、まあ入ってからも一応あんまり問題なかったっていう話で一応聞けたんですけど、まあ一応ここで一旦閉めて、はい、あの次あのこれ先輩がおっしゃったあの学生服とか学ランではないですけど、そうです、ね、なんて言うんですか、そう独自の、そう清掃独自の格好を作られてるんですね。学ランは着るべきじゃないみたいなご判断をやっぱ当時されたらしそうで、なんかスーツをちょっと改良してすごい、しし、ね、それも真面目に初めてなんですけど、次はそれ取らせていただきたいと思います。ありがとうございます、貴重なお話ありがとうございます。小倉美希さんです。お仕事の関係はお問い合わせは概要欄まで。